こんにちは、ネズと申します。年末年始、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。実家などに帰省された方もされなかった方も、飲酒量は少しばかり多くなったのかなというふうに思います。そんな12月飲み干したウイスキーをご紹介していきます。まずは1本目です。こちら白州ノンビンテージです。皆さんご存知の通り、なかなか買えない一本ですので、大切に飲み進めていましたが、ついに飲み切ってしまいました。まだ12月に購入したウイスキーはご紹介しておりませんが、飲み干したっていうことは、まあ、つまりそういうことですよね。白州はやっぱりハイボールでいただくのが良くてですね、軽めのピートがこう爽やかさを演出してですね、何杯でもいただける飲みやすさがあります。きゅうりとか白菜の浅漬けのような薄味であっさり系の漬物をおつまみとして用意すれば、もう永遠と飲み続けられますね。続いて2本目です。こちら山崎ノンビンテージです。こちらもなかなか買えない一本ですので、大切に飲み進めていましたが、ついに飲み切ってしまいました。まあ、こちらもね、飲み切ったっていうことはそういうことですよね。山崎はハイボールか、まあ、水割りでいただいておりまして、改善して少し経つと水ならのオリエンタルな感じが出てきて良くなるかと思いますので、まあ、ちょっと時間をかけつつね、飲み進めるのがいいかなというふうに思います。和食と合いますので、最近は年末にふるさと納税でもらったちょっといい海鮮とかお肉をしゃぶしゃぶでいただく際にですね、山崎と合わせて飲んでいますね。白州と、まあ、山崎に関しましてはですね、コンビニで定期的にミニボトルが販売されていますし、普段は入手困難ですが、年末年始にはレアなウイスキーが多く出回りましたので、この恩恵でですね、購入できたっていう方も多いんじゃないでしょうか。私もある程度はストックができましたので、しばらくは在庫を気にせずに飲み進められそうです。続いて3本目です。こちらアランの10年です。いや、アラン10年美味しかったですね。2022年下半期美味しかったウイスキーという動画でも選んだ1本となります。この動画の中では5本美味しかったウイスキーをご紹介していますので、アラン以外のウイスキーが気になるという方はですね、ぜひ概要欄とか右上からですね、飛んでみてみてください。アランのですね、香りは蜂蜜っぽい甘い香りなんですが、ハイボールで加水して飲むと味わいとしてビターさだったりスパイシーさが出てきてですね、かなり美味しい一杯に仕上がります。飲み方はストレート、もしくは濃いめのハイボールが良いかと思います。アランに関してはです、おつまみなしでウイスキー単体で飲むことが多いんですけれども、まあ、焼き鳥とか、まあ、塩だけでこう焼いたね、お肉とか肉系のこう料理との相性がいい気がしますね。最近は入荷時期の関係で価格高騰気味ですが、全く売ってないわけではないので、4000円台からまあ5000円台前半くらいまでで販売されてるのを見かけたらですね、ぜひ確保しておいてほしい一本となります。ということで、2022年12月は以上3本を飲み干しました。2023年も健康に気を使いつつ、どんどん飲み進めていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。